さてやりますか。まあ僕の場合はロックンチャッターからね。そうなんです。28g 金ガザミに、グリーンのねスワルテルシャットをセットしました。うん、浅いもう少し深いとこ探していこうかな。まあ車道にいなくはないんだろうけど、あのディープに隣接した車道の方がいい。同じ車道でもここは沖に向かって投げても10メーターちょっとしかないから、ちょっと不利かな。なんせレンタルボートでね、魚探ついてないんで。よし、まあベイトも見えないし、場所移動。来た。お、来た来た。おお、強い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 。それはちょっと。潜るだ。うわ。潜るだ。脇腹がとか言ってるし。慌てない慌てない、ゆっくりゆっくり。おお、竿を下げて、竿をもう少し竿を角度、うん、潜られていいんだから。竿を下げて弱るまで待つ。そこで慌てない慌てない、はい、おお。はは言ってる。お、来た来た。だけど、なんだこれ。なんだ。なんでしょう。お、青もんだよ。青もんだよ。引くはずだわ。これ。青物でした。おお。いや、おめでとうおめでとう。ありがとうございます。2、4、6、60センチ。60センチ。スワールテールシャット。尻尾がなくなっちゃいました。クリアブル。はい。深い。かなり深い。40メーターぐらいかな、これは。なんか食ったぞ今。よし、食った。駆け損なったら追い食いしてきたよ。よし、駆け損なってもあのロックンチャタってブレードがねフォールで回るし、スカートがこうフレアするんで、まあおまけにそこへ座ってるちゃんとついてるから食ってくれる要素はたくさんあるよね。よし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 、結構深いんだよ。リーダー見えました。うわ、お約束が来ちゃったよ。お約束が、よいしょ。うわ、エソシになってるな、この間から。これエソよいしょ。すげえな、ロケーション抜群。浅いか、こっち側全体に。もうちょっと沖側に出ないとダメかな。魚探がないのがこんなに辛いとは。本当に本当にわからない。現代人は困ったもんだ。そう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 。
しかった。あのね、やっぱり10回ぐらい巻かんとダメよ。ちょっと大物釣り来てんだから。なんだこれ。よしよし、また餌だったりして。なんだ、よしよし、大物だ大物だ大物だろ。おい、こっち来い。あ、船の下へ入るって。お、でかいでかい。よし、はい、出ました。これ大物くん、これ出たよ。ほれ、がっぷりちゃん。よし、待望の大物また来ました。嬉しい。やっぱり大物巻きの釣りだね。クリ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 巻くと来るよ。はい、よし、オッケー。今釣ったリグはね、ちなみにこれ大和さんじゃないや、どこだったっけ、あ、こうガマカツさんのところのレベルスイミングジグみたいな書き方したな。ちょっと正確な名前忘れちゃったんだけど、はい、の 28g のジグヘッドにスワールテールシャットが、パールバックホワイト、これの巻きでね、ガツンときました。よし、エリアは間違ってないね。やっぱ深い側にいたよ、深い側にね。思いっきり遠投してそこを取って巻く。あのカサゴとかそれじゃダメなのよ、ガーッと巻くんだって。早すぎる早すぎる。青物だったらそのスピードでもいいけど、普通にこんな感じよ。で、10回ぐらい巻いたらまた落としてちょっと止めた後フリーにして落とす。で、巻くときにこう竿がこう動きすぎる、もっと脇に引っ張って挟んで固定させて巻かないと。スーッと、そう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 。で、今ね、投げてるとこはそんなにあの岩盤帯じゃなくて、割合こう砂地エリアなので、で、遠投してある程度のスピードで巻くから、チャーターベイトよりもジグヘッドの方がこう巻きやすいじゃない、ね、そういう選択で、根がガラガラで荒くて、ジグヘッドやテキサスだともうすぐにスリットにこう入っちゃってスタックするような場所だと、ロックンチャーターの方がはるかに使いやすい。だからそういう場合はロックンチャーターにスワールをセットして釣ると。例えばね、キャスティングインチク系だから釣れるとかさ、テキサスだからあの根魚が釣れるとか、あの固定化させちゃうとロケーションやね、パターンが違う時にベストを出せない。お、来た、巻きで切った。ジグヘッドのスイミングはね、絶対にね、やっぱ大門エリアなんで、大門よ、大門だよ。あの巻き方が大門の巻き方になってんだから、釣り方が。ふぐみ先生やりました。おもおも、よいしょ、注文だな、注文でした、注文でした。ほらね、フルグローブいるでしょ。フルグローブがいるんですよ、はい、よいしょ。まあ、キジハタよりも圧倒的にオーモンの方がこう遊泳力があるというよりは、あのフィッシュイーターなんだね、基本的に。さっき僕が釣ったあのまあまあのサイズのやつもね、半消化の小魚吐き出した。赤ハタ釣るとカニとかタコとかね、エビとか吐き出すんだけど、やっぱりオーモンハタ魚だよね。だから
オモハタ釣るときにあのボトムネチネチで、例えばテキサスなんとかね、そういうのでやるのは効率悪い。うん、まあ今やってるようにジグヘッドのこういうスイミングか、チャターのスイミングか、ね、ここ水深浅いんで、今は僕ジグヘッドでやってるけど、チャターの方がより効率上がるかもしれない。やっぱりあの波動が強いので、引き寄せる力がね、気づかせる力っていうか、ジグヘッドはね、やっぱ目線がそのワームに合わないと気がつかないんで、大物の方がサイレントだから、ジグヘッドはね。なんかサイレントじゃない方使ってみます。今からチャターはもう水の中でブルブル言ってくれるし、おまけにそのチャターのブレードがフラッシングを起こすので、ずっとアピールが強い、見つけてもらいやすいっていうところがね、良さなんで。水深はまあ体感なんだけど、14、15あるかないかぐらいの感じ。まあ深くないと、ここは深くないけど、今2人ともポンポンと釣れたので、この割合シャローフラットな感じのところへ大物旗上がってきてるようなんで、続けてやってみます。でロックンチャターもね、あのスピニングで深いところとか流れのあるところで引くと重たくてね、あのちょっと辛くなったりするんだけど、ベイトだとね全然大丈夫。うん、だからそういう深いとか流れが速いとかでチャターを使う場合はベイトタックル推奨です。おお、よし、あとはよしよしよし、あとは落ち着いた巻くだけ。やっぱりジグヘッドのスイミングの方があの状況に合ってるみたいだな、釣りやすそう。うん、おお、いいよ、もう。わあ、でっかいカサゴ。広いとこ行って、広いとこ。でっかいな、それ。おおしい。これでかいぜ、ほら、尺カサゴ。尺いったかな。沖のカサゴじゃないよ、これ色がね。綺麗。普通の普通のカサゴや。やった。はい、ゆっくり。はい、おい。ロックンチャッター巻き始めに着底から5巻きぐらいのところでダスってきたぞ。よし、おお、こいつもいいぞ。これ硬い方の竿だからね。ああでかいでかい、これでかいぞ。よし、よし、リーダー入った。浮いてこい。なんだ、また姿が見えないボートに来た。おお、でかいでかい。ほら、ロックンチャターはでかいの連れてくるって言ったろ、巻きの釣り。おい、グッサイズ、グッサイズです。ほら、いいよ、これビッグオーモン。これぐらいサイズあると気持ちいいね、やっぱり巻く手がドッと止まる、あの快感いいわ。はい、ウリ。まあロックンチャッターなんで、あのジグヘッドでね、あの
方を取れちゃったソワールテールチャット、チャタの方だったらブレードとスカートが仕事してるので尻尾がなくてもね食ってくるんで、まあワームがなくてもね釣れちゃうルアーなので、姿勢を安定させるためのトレーラーね、あとフックを隠すためのトレーラーだと思認識してちょうどいいぐらいの感じです。はい、なんか尻尾なくても大丈夫。ああいいいい重んな。 Thank you。やっぱり薪の釣りでドソッと食ってくるのは気持ちいいな。うん、やっぱり最初の一匹大きいの釣ったやつとそんなに大きく離れてない、近いエリア内、この半径 100m ぐらいの、半径じゃないな、直径 100m ぐらいのエリアだね。この辺にいるんだ、やっぱでかいやつが。あー、クソ乗らない、滑ったぜ。なんだドラグ滑った、今いっぱい締めてんのに。あー惜しい、何度も絡んでくるの何なんだろう。今度かけた、ほら何回も泳いして、これ完全にチャターのブレードが効いてるわ、波動が。お、同じところに隣で垂らしてるのに全部こっちに、やっぱバラバラバラっていう振動の方へ、もうあの気の強いやつはもうバッと目が向くんだよ。おとなしい方がそばにあっても、強いやつがそばにあると、強いっていうのは波動とかね、音とか、なんだろう。おお、でっかい、こいつだから何回また当たってくんだよ。これでかい、来い。ビッグエソー。これおかしい、何回も何回も当たってくる、こいつか。すげえな。よっ。まあビッグエソのいるとこはビッグオウムもいるから、ずっとついてきてたなあいつ。そうだ、よっぽど気になったんだよ。